逃げシスに対するみんなの反応。久々に貼っとく。こいつ地味にエキチェア。ワイおお逃げシス逃げシスガチャガチャガチャ。ワイどうしてどうして一人もいなくて草。逃げになんかしたのか。水着いるじゃねえかええやろ。はよ実装してくれや。逃げシスに新規加入組増えたりせんかな。カブラヤオー、デスコガビー、サニーブライアン、タップダンスシティ、大宅ヤマト、ウヌライミンカ。日の丸特攻隊とあだ名された桜進撃もぜひ。これが諦めないってことだ。逃げ切れないから不合格だね星。何回か逃げ切ってるしええやろ。逃げシスでも本当に毎回逃げ切ったのは丸おばくらいじゃないの？丸ゼンスキーは3区の傾向的に実は差し馬だったんじゃないの疑惑がある。ただ早すぎてしょっぱなでちぎるから前に誰もいなかっただけで。まずはセイちゃん誘ってあげてよ。セイちゃんはこういうのからも逃げるから。どう見ても付随してついてきそうな馬ドル活動とかやりたがるタイプじゃないからな。どこぞのお昼寝スクールアイドルみたいになりそうだな。春秋グランプリを逃げ切ったパリピを忘れてはいけない。ストーリーで積極的に絡むのがライアンくらいだからより土の子感が増してる気がします。アイネス夫人は今年のダービーに合わせて実装かな。馬娘化してて育成未実装のダービー馬はあと3頭や。うち1頭破産看馬だから実装タイミングに幅があるとして2年。水丸以降逃げ馬が実装されてないからアイネス早く来て。それな、性能面での差別化が難しいからなんかな？逃げシスは無中大特大とバランスがいいよね。嘘でしょ。せめて勝って言ってあげて。一と霊勝とも隣り合っているはずの両者の距離がなぜこんなにも遠いのだ。勝とムの間には無限の広がりがある。無限に広がるコスモ。逃げシスとピョイハレのイメージ強すぎてもう一つあったのすぐ忘れちゃうわ。残るダービーバはアイネス、アヤベ、チヨ。後発のシングレ組やアニメ2期組が後回しなら5月はアヤベアイネスありえるかな？あ、シリウスもいた。ミスター CD。めっちゃおったわ。三冠馬をダービーバとはあまり呼ばないけどね。ワイはファルコ、ブルボン。鈴鹿さん、せいちゃんで逃げシス揃ってるから安心や。嘘でしょ、こんなに揺れるの。スローにすると揺れがはっきりとわかるな。でも正直エロいとかより重くて痛そうでクーパー人体大丈夫かなと心配になってしまう。500キロの重量に耐えられる体なんだからレース程度ではびくともしないウーマー人体してるのさ。つまり父ビンタされたら死ぬのでは。それはそれで本望である。斜めからの画像だともはや日差しで草。下で雨宿りしたいよね。お姉ちゃん早く欲しいんじゃ。この勝負服で委員長みたいにノースリーブっぽかったら、自分の懐にとっては最悪な展開だった。早めの実装を期待しながらもう1年近く経ってしまった。アイネス夫人と西野フラワーはリリース当初からレース用勝負服 3D モデルあったよね？待ちくたびれた人も多そう。ちょっとだけ前髪パッツンなの可愛いなの。この子レース前のハンモクとか戦闘で走ってるとことかかなり好き。あとサポカイベントでも可愛くて好き。体力持ってかれるの嫌い。でもブルボン育成時は体力30くれるんだ。冷静に考えたらこんな可愛い子に体力持ってかれるのなんか悪くない気がしてきた。はよ中のコールさせて。アイネスとブルブルボインの傍らで見切れてるマックイーン。俺でなきゃ見逃しちゃうね。ダービー以降が F になる関係上マイル路線を走ることになるだろうからヘリオスの出番がようやく来そうね。そしてライアンマックとの世代最強を決める戦いを宝塚。空き店でやってって感じかな？適正外のキッカーリ前の失踪はなさそうだけど、隠しイベントみたいなのがあると嬉しい。青春そのままならないし、
3区の重賞戦績的にも難しそう。アイネスはライアンシナリオで結構触れられてたからな。シナリオで結構難儀してるんちゃうか。クソ重ストーリーなんだろうな。アイネスのダービーでも燃え尽きたエピソード泣ける。育成ストだとこの辺が再現できんのがな。初期に作られたか2期組追加されて以降作ったかでかなり変わりそう。墓つながりでターボ。同期だからヘリオスとパーマーとの絡みも見たいから2期組追加後に作られたストーリーにしてほしい。思ったんだが育成キャラはストーリーと 3D モデルができ次第に実装してるから、史実に合わせての実装は難しいんじゃないか?レース時のサンバイザーの間から見える真剣な表情好き。普段の可愛らしくて明るい感じとのギャップが良いよね。弾爆死して天井分のジュエル溜まるまでにアイネス来そうだったから、新キャラなしでほっとしたわ。馬娘って意外と逃げ客室の子多いよね。未実装逃げ、アイネス風神、ツインターボ、北サンブラック、大宅ヘリオス、メジロパーマー。多い、のか?馬の足は追いかけるためじゃなく敵から逃げるためのものだからな、必然的にそうなるよ。戦闘は回り込まれると危険なので本能的には走りたがらないとも聞いたことあるな。明日のガチャは我慢して風神、CB、アヤベ、パーマー、ブライト、アルダン、シャカール、行くの、北里貯金するか。アイネス風神で AF ってのはわかるんだけどさ。普段大人のお店の HP とか見てると、その、別の意味に見えちゃって困るんだよね。オートフォーカス?アイネス風神はアイネス風神なのだ。じゃあ AF って何なのだ?と聞かれると、実馬の面子にそう書いてあったとしか言いようがないのだ。どう見ても収まらなさそうな前のファスナーを無理やり締めてみたい。どこかがとは言わないけどでっかいのとそばかすのマッチングがいいんだ。ゲート入りの時意外と背がでかくてびっくりするよね。深呼吸するだけだからセーフ。おっぱい大きい子が来たら天井する以上。馬4の綾部との絡み好き。妹を心配するお姉ちゃん感があるからアプリでも綾部との絡みは見たい。本能スピードのソロダンスは特に3着の時がいろいろすごいので運が良ければぜひ見てほしい。メジョマッキーンの焼き打ち地属性を知っている数少ない馬娘の一人。水丸実装以降逃げキャラが実装されてないし、そろそろアイネス風神実装してほしい。アイネスが実装されると祈ってたのに。新キャラしっかり出してよ。まあ逃げるわけじゃないし貯める期間だと思って待ってればいいんでないの。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白馬娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。